はい、皆さん、こんにちは。FX システムトレーダーのアイテイです。現在時刻はですね、2021年9月12日、日曜日のお昼12時35分です。今回の動画はですね、2021年9月13日、明日からの1週間における、トレード戦術を皆様と共有したいという動画になります。一個人トレーダーがですね、まあ、こういう風にトレードをしようと考えていますという情報をですね、皆様と共有いたしまして、何か一つでもですね、あ、この情報は使えるなとか、あ、確かにここを狙うのはありかもしれないなというような感じで、何か一つでも参考になりました、なればですね、幸いです。はい。では、早速見て、私の戦術をですね、見て、共有したいと思います。はい。まずはですね、FXCFD 取引に関しては、ユーロドル、ドル円、ユーロ円、原油、5番目、ナチュラルガス、天然ガス、6番、金、7番、銀、8番、プラチナ、9番、日経平均、10番、ダウ、ダウジョーンズ、指数の225。ダウ指数ですね。ダウジョーンズ指数、11番が S&P500、12番、ナスダック100になります。で、株の個別銘柄に関しては、今週は少なめですね。日本製鋼、シャープ、西日本旅客鉄道、昭和電工、ラクーンホールディングス、で、あと、まあ、ちょっとフィルター外だったんですけど、最近見ている NTN という銘柄になります。はい、では、それぞれ見ていきましょう。まずはユーロドルですね。こちらの方は、今、ユーロ高側の方に、少しずつ上がっています。ここが半月で上がっています。で、先週はおそらく調整かなっていう感じがしますね。この上髭があったので、まあ、調整してるんだろうという感じがしています。で、これがそのまま上がっていくのかどうかですね。で、上がっていくとしたら 1.195 ぐらいのところで、またもう一回下がるのかなという予想がします。ただ、来週自身はですね、この先々週の高値、1.19 のところを超えるかどうかっていうところが、見物になると思います。ここまで行くかどうかっていうのを見据えつつ、私個人は 1.2 にポジションがあるので、むしろこう、もっと乗り越えて上がって200日移動平均線で下がったところで、売りポジションを積み増したい。という思惑があります。そのため、基本的には、こう、静観し続けるユーロドルに関しては、まあ、基本的にチャンスが来るまで待ち続けるっていうのが、私の来週の戦術になります。次、ドル円ですね。こちらはエキスパートアドバイザーで、今、110円以上だと売りを入れるというのを、エキスパートアドバイザーをずっと起動しているので、まあ、基本的にそれを起動し続けて、で、あと、ま、プラスになってたらちょこちょことね、重なっているポジションのところを特に生産していくっていう感じでやっています。で、まあ、これがどっちにか。まあ、今、ボリンジャーバンドが狭まっているので、上がるか下がるかどちらかなんですよね、本当に。どちらになるのか読めませんけど、とりあえずどちらかに突っ込んで、で、また戻っていきそうだなっていうところを待つっていうのが戦術になると思います。ということで、来週もですね、もう、ボリンジャーバンドの上下のところでの跳ね返りを狙うまで、ひたすら待つというのがドル円の戦術になると考えています。はい。ユーロ円ですね。こちら、200日移動平均線の上まで戻ってきて、で、今ここで、上髭ついてるんですけど、200日移動平均線に全く触れてないんですよね。一応触れてないというところから、こう、また跳ね返ってくれるんじゃないかなという淡い期待があります。で、ですので、まあ今のところはこうね、上がるまで待つという感じになってます。で、まあ、ここでね、もしそのまま下がってきちゃったら、一回これは切って128円、8.5 円ぐらいとかで、もう一回入り直してもいいかなという感じはしてますが、基本的に、来週はですね、ポジションはずっとキープしていく。買いポジションキープだと考えています。次、原油ですね。200日移動平均線まで下がってくれませんかねという感じで、下がらない。ので、基本的には待ちになります。天然ガス、これもね、待っていようと思ったら、なんかまたここで、ポーンと跳ね上がってしまったので、いや、いつ下がるんだろうな、これをね、これはっていう感じですね。はい。ということで、待ちというか、見逃しかなというふうに思います。はい、金ですね。こちら、4匹目の土壌を狙うために、今、1700ドルに、ポジションを入れています。トヨタがですね、9月に40万台でしたっけね、減産するよという話がありますので、まあ、少なくとも貴金属の後で話すプラチナ側の方では少し価格が下落すると思います。で、そこで合わせて日経平均も釣られて落ちて、そうすると金が上がりそうな気はするんですけどね、ただ、こういう中途半端なところで、
買ったら、なんというか、その、日々のばらつきで、ね、心をね、病んでしまいそうなので、もうちょっと安くなる。1700ドル以下で、じゃないと差しに入れられないかなっていう感じがしています。はい。まあ、ね、所詮一個人トレーダー、そんなスキャルピングができるような、感じのね、専業ってわけでもなく、単なる、日々スイングで見ている兼業なので、スイングから中期ですね。で、見ている、兼業トレーダーに過ぎないので、基本的にこう、日々のね、瞬間瞬間というよりは、こう、チャートの形を見て、ああ、ここら辺の跳ね返りかなっていうね、チャンスを狙うスタイルなので、1700ドルで差し値を入れて、金は待とうと思います。次、銀ですね。これちょっと下がってきちゃいましたね。もしかしたら9月の、トヨタ減産のところに合わせて、こう、ずるずると落ちてってんのかもしれない。まあ、金と銀がある程度連動すると聞いてますからね。なので、その連動で落ちてきているのかもなという感じです。まあ、まだね、ポジションは持っておく感じかなという、意識ではいます。まあ、とりあえずポジションキープでもう一回上がったら、スナックの上側はそろそろ切っちゃってもいいんじゃないかなって気がします。プラマイゼロの撤退ってね、あんま綺麗じゃないんですけどね。まあ綺麗じゃないけど、まあお金が減るよりはマシかなというところで、ちょっとしょぼい利確をそろそろ視野に入れた方がいいのかなという気もしています。まあ、来週の結果次第ですね。まあ来週下がるかそれとも上がっていくか。ただこの形だと、下突っ込みそうな気はするんですよね。まあ突っ込んできたら、その下だと22ドルとかかな。銀22ドルぐらいで、もう一回買いを入れて、で上がっていくとこで積み増しをしていくっていうのが、まあ戦術になるかなっていう気がします。まあとはいえ、来週はとりあえず銀は、まあ、9月下がってもその後また200日移動平均線あたりも戻るだろうと期待してますので、まあ、買いポジションキープかと考えてます。次、プラチナですね。これは今ずっと下がりました。基本、先週1週間プラチナの相場は下がってきてますね。ちょっとこれはね、いつどこまで下がるのかなっていうところです。わからないです。まあ、でも、買いポジションはこのままキープし続けようと思います。で、プラチナの動きとしては、だいたい200日移動平均線から200から300ドルぐらい下がったら、大体そこで、そのあたりが底値になるような傾向が多かったみたいですね。ここ10年ぐらいのカーブをザザザッと見たんですけれども。なので、今980ドルで、で、今、200日移動平均線が1100ドルぐらいなので、そこから300ドル下がった800ドルぐらいですかね。800ドルぐらいまで下がるかもしれません。ただ、そこまで下がってから、もう一回買い直して上がっていくのに合わせて買い直していくっていうのが戦術になるかと思います。はい。で、まあ、おそらくも価格戻るだろうと踏んでますので、基本的に、まあ、プラチナに関してはポジションキープを続けようと考えています。はい。まあ、多分9月はね、トヨタの減産でプラチナの触媒側の方の需要が落ちるので、それで価格が下がってんのかもしれないという予感があります。ちょっと正直なところよくわかんないんですね。よくわかんないけど、ニュースを見てるとそんな感じなので、まあ下がるのかなという気がしています。はい。まあでも下がってもまた上がるだろうという楽観視をしているので、まあ、ハイポジションキープで進めたいと思います。はい、日経平均ですね。こちらも、まあ、買いポジションキープですね。基本的には買いポジションキープで、これが、なんか調整が一切入ってないんですよね。調整入んないまま上がってしまっているので、どうなんだろうな。いずれ調整は入ると思うんですよね。ここで調整が入ったらまた買い増しっていう感じかなと思います。ですね、菅総理が任期満了、任期満了ですよ。はい。大事なことだから言いますけど、任期満了で、自民党総裁選を続投しないよ、とか、まあ、自民党総裁選に出ませんよ、続投はしないですよ、と、いうことを言っていて、で、それに伴い、まあ、次、誰かが、別の人が、方が自民党総裁になる。まあ、与党の総裁になりますね。で、その与党総裁が変わった状態で、総選挙、衆議院の総選挙になるだろうというふうに予想されていますので、割と、市場にとってはポジティブなのかもしれないというのがあるみたいですね。はい。で、そんなわけで、まあ、価格は上がっています。様々なアナリストの方々が、まあ、言っているんですが、お金の動きを見るにポジティブな影響を見ているのかなという感じがします。まあ、
ね、仕事された方がね、お辞めになられるのはちょっと悲しいなと思いますが、あ、設定時の話でちょっとここら辺でちょっと練習しましょう。まあ、そのわけで、とりあえず、価格は上がっていくと思います。で、どっかで調整が入ると思います。で、調整が入っても、まだまだ私としては200日移動平均線の下でポジションを持ってますので、基本無風ですね。含み益がなくなっていくだけなので、あんまり、実損益にね、引っかかんない分には、まあいいかなって感じです。ですので、まあ、あとは次3万1000円ぐらいのところでもうちょっとポジションを解消してっていう部分的な解消をね、続けていきながら買いポジションをキープしたいなというふうところも考えています。次、ダウですね。200日移動平均線まで早く下がってくれませんかねっていう感じなんですよね。ということで、ちょっと今こう、ずるずると下がっているのに期待をしています。その前のね、ジューンだから6月ぐらいですね。6月のこう、下がって上がってっていうのが再開してしまったら、まあ、やっぱアメリカのね、株って強いですね。はははって終わりになるかなと思います。とりあえず、200日移動平均線が近づいているので、個人的にはこうね、こう早くね、早く下がってくんないかなっていう感じの期待をしています。S&P500 ですね。だからこれも下がってほしいなとは思うんですが、S&P500 はね、割かしここ最近は、下のボリンジャーバンドの2、マイナス2シグマの側の方に、あんまりタッチしないでね、跳ね返っちゃうことがあるので、ちょっと読めないなって感じですね。これもできれば200日移動平均線を切ってくれればね、いくらでもポジション持てるんですけどね、っていう、ちょっとこう、もどかしい銘柄だなと思います。銘柄というか、指数ですね。もどかしい指数だなと思います。次、ナスダックですね。ナスダックに関しても同じくです。もういつまで下がって、ちょっとね、やっぱアメリカ株強いのでね、いつまでも上がり続けるのかなっていう感じはしています。下がってくれるまで待ちです。では、次、日本の個別銘柄の方になりますね。下記の2点を満たす、株で差し値を考えます。出来高は東証一部1週間の中で、上位200位の出来高の銘柄ですね。これは個人では価格をコントロールできないぐらい、たくさん取引されている銘柄というのを狙います。で、個人でコントロールできない銘柄の方が、なんだろうな、テクニカルとかそういったファンダメンタルとかでうまく乗りやすいのかなっていう感じがしています、最近ですね。個人で動かしてしまった場合は、まあ、して株っていうんですかね。仕事の主に手で、手足の手の株で。そんな感じでうまく仕込めて、お金のある側がね、いくらでも仕込めてしまうので、そういう銘柄は、まあ、避けた方が、安全に、トレードできるのかなというふうに最近感じます。で、次。東証一部で、日々の価格ですね。これ、75日移動平均線より、どれだけ下回っているのかっていうのを乖離率ですね。いや、下側の乖離率がマイナス 15% 以下の、銘柄を狙います。で、前は 10% にしてたんですけど、10% だと大体10から20銘柄ぐらい毎週見なくちゃいけなくて、ちょっとそれはめんどくさいなと。兼業の人間としてそれはめんどくさいなと感じていましたので、マイナス 15% にしました。まあ、これによって大体5銘柄。まあ、ちょっと悪い時期でも10銘柄近くですけど、10% の時よりは見る銘柄が減ったので、一個一個集中して見れるようになったなっていう感じがしています。はい。で、この2つのフィルターで考えます。で、あと最低条件として、Yahoo Finance で10年分の株価を見ることができる銘柄に限ります。まあ、10年経たないと、株価の動きって少なくともわかんないので、株価の動きは10年分、過去10年分の動きから、まあおそらくこうなるだろうなっていう予想ができる銘柄で、トレードを考えていくっていうのが私のスタンスになります。新規のね、銘柄とかだと、それこそファンダメンタルとか、この会社の業績からしてはこういうふうに伸びていくだろう。市場価値、市場規模はこうで、市場価値としてどれぐらいのところでシェアを奪えるだろうとか、そういう分析になってきてしまって、結構ね、見るべきことが多くなってしまって大変なので、株価だけでうまく見れるようにするために、とりあえず10年分の情報が必要であるという考えで、株の、個別株を見ていきます。ということで、下記2点プラス最低条件で、個別銘柄を見ていきます。日本製鋼ですね。こちらは安値圏600円かなってとこですね、去年の。去年違うかな、ちょっと前の。ですね、コロナショックのところでの600円ぐらいとか、その前だと2013年ですかね。まあ、ところで下がりましたよとは、2016年ぐらいの、これギリシャ、ヨーロッパかなのあたりの基金のところで下がりましたよとかで、大まく狙っていって、買いたいなっていう銘柄になります。
シャープですね。こちらもまあ見てる限り、10年分見てる限りは1000円が安値かと思います。いやー、これ7500円がなんと1000円になって、ちょっとびっくりなんですけれども。まあ1000円から100円、7000円が1000円になると損失は大きいですけど、1000円が100円になってもまあ損失としてはまあそんなもんかってするので、一応このあたりの1000円ぐらいが、おおよそその買う時のボーダーラインかなっていう気がなんとなくしています。はい。なので、差し値1000円まで、まあ、じっくり待ちます。1年、あと半年ぐらい待てばいくかなっていう感じですかね。はい、しばらくはないかな。で、次、西日本旅客鉄道ですね。ぐーんと落ちてしまってます。まあ、なんか、月足で見てても結構乖離する銘柄なんですね。なかなか、面白い動きをする銘柄だなって気がしますね。これに関して、しまった。すいません。これ、日足で見てますね。おそらく冷やしかなで見ているので、こうね、窓が開いているように見えるだけですね。失礼しました。これはだいたい10年ので見ると4000円ぐらいが安値だったかなっていう感じがしますので、そこまで待ちかなという気がしています。はい。まあ、しばらくないかなっていう気がします。次、昭和電工ですね。こちらも見ている限りだと1800円ぐらいかなが、だいぶかなりの安値圏っていう感じがします。あるいはその前のこのね、あたりの2000円ぐらいかなっていう感じがします。まあ、そこまでしばらく待ちの銘柄だと思います。で、次、ラクーンホールディングス。まあ、これこそ突き足でポーンとね、何が起きたんだろうって感じがしますね。まあ、とりあえず1000円ぐらいまで落ちてくれればいいかなっていう感じがします。まあ、その、こういう移動平均線に対して乗っていく動きを繰り返しているので、今もう十分買い時ではあると思うんですよね。まあ、今買うんだったら1600円ぐらいかな。その、24ヶ月移動平均線を下回っているところで買いたいなっていう感じがします。ただ個人的にこのね、銘柄の動きを見てると、1000円ぐらいまで待ちたいなっていう感じがします。はい。で、次 NTN ですね。最後は NTN。これはまあ200円ぐらいがね、安値圏だなっていう感じがしますので、もうそこに差し値を入れていきたいっていう感じの銘柄になります。まあ、そこら辺のね、ここだったらだいぶ安いかなって気はします。ということでまとめですね、来週のトレードの、戦術ですね、こんな風にしていこうと考えています。ユーロドルはまあ、基本的には売りポジションをキープします。で、どこまで上がるのか下がるのかわかんないですね。で、ドル円に関しては、とにかく今、ボリンジャーバンドの上か下かどちらかに突っ込んで跳ね返るまで待つっていう感じですね。今はなんというかその値動きが横ばいすぎて、どっちに買ったとしても後で大きな損をする可能性が高いので、今しばらくは待ちという感じだと思います。で、ユーロ円に関しては今200日移動平均線にもう一度乗ろうとしているところなので、これで上がるか下がるかもう一回ずっと見続けるってところだと思います。金は1700ドル、これはちょっとね、4匹目の土壌狙いで、今、差し値を入れようとしています。で、銀、プラチナ、日経に関しては、買いポジションをずっとキープしようという感じですね。で、日経はちょっと今、結構高値、3万円ぐらいのところなので、3万円ぐらいのところで、ちょっとですね、ポジションを、結構持っているポジションは、解消しながら進めていきたいなという感じですね。はい。で、次は NTN ですね。個別銘柄 NTN は200円、180円、160円が安値かなと思います。で、シャープは1000円。日本セイコーは600円って感じですね。そのあたりまでちょっとこう差し値をね、入れて待ちたいなって気がします。はい。というのがあって、まあやっぱりいつものね、通貨ペアとか指数とか銘柄って感じになりました。はい。こんな感じで来週は進めていきたいと思います。チャンスを待とうというですね、基本的に同じことしか言っていない、気がしますけれども、個人トレーダーですので、瞬間瞬間の勝負、毎日勝負って言えると、やっぱり兼業の身としては疲れてしまいますので、ですね、まあ幅広く網を広げて、で、今日はここにチャンスがありそうだってところでお金をちょっとずつ増やしていくっていうスタンスの方が、だいぶね、まあ、心も体も疲弊せずに、で、金をかつ資産を少しずつ増やしていけるのかなっていうふうに思う今日この頃です。はい。ということで、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考になりましたらですね、チャンネル登録や、グッドボタン、あとはですね、コメント等を書いていただけますと大変励みになります。
ということで、最後の最後は、いつもの注意事項ですね。FX 投機や株式投資は元本保証のない金融取引です。行う際は自己責任のもと余剰金の範囲で行ってください。本動画を参考にして発生したあらゆる損失につきまして責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ということで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。